が出た時のエラーと、あと設定した時間以外に動作があった時の不審な動作っていう通知も設定することができて、例えば業者さんによっては、まあ、夕方の5時から次の日の朝7時ぐらいまでやると、まあ、通知が来るようになるとか、そこも任意に設定できるらしい。室外機はそれぞれ上にありますので、それあとはもうほとんど一緒です、はい、今まで使っていただいて気になったところとかなかったですか？気温が上がるかもしれない。ああ。なるほどですね。やりすぎレベルかもしれない。でもほらハンマーナイフを8時間とか使う。ああ、じゃあ上がるかもですね。それも上がる。イオンのオーバーヒートはできるわけじゃないですよね。そのイオン上昇警告ぐらいの感じで。そうだね、高温になりましたら。ああ、出てくるわけですね。あれがイオンオーバーヒートのちょっと前のところで警告するだけなので、あそこまでのラインだったら大丈夫です。この上のイオンのオーバーヒートが出るとちょっとまずいので、そこまではちょっと気をつけていただいて。そうです。はい。それぐらいです。それぐらいで。ついているので、ここの掃除を、その油温が気になるのであれば、この掃除をちょっとこまめに。そうですね、はい、ここからラジエーター、オイルクーラー、ね、手前に燃料クーラーっていう3連続になっております。燃料クーラーなんだ。燃料クーラー、ここに燃料クーラーがついてます。はい。なので、今さっき言ったようにオイルクーラーが気になるのであれば、ここのオイルクーラーをよく掃除していただく形ですね。よく葉っぱとか枝とかがこう奥の方にこう詰まってるので、ふかすだけじゃなくて、まあ、中の方も見ていただいてという形ですね、うん、はい、お願いします、はい、頭も大体似たような、前の機械と一緒ですので、うん、バッテリーもこちらに、うん、こちらで逆に気になったところになったことですか？そこはね、ここにワンウェイ、ツーウェイの切り替えの方がついてますので、つけるアタッチメントによってって感じですね、うん。今のところ何もないよ。大丈夫。ありがとうございます、うん。グラップルの時ワンウェイですかね。ちょっと走らし方がわからないんですけど。グラップルの時は今の状態。戻りホースはどういうふうに走らしてますか、ね。おしゃ。戻りのホースを専用で取ってる回転の仕方と、うん、今行きと帰りのホースが2本あって、うん、1本が行き、1本が帰りっていう回路になるっていうのとあるんですけど。うんうん、この専用で戻りのホースを取ってない場合はこちらですね、ワンウェイに切り替えていく、これがサードラインっていう、戻りのラインが直接タンクに変えるようにしないといけないんです。グラップルをつけるときは大体そういう流れに。大丈夫です。はい。で、今さっきも話したように、いつの日からエアコンユニットになりますので、今もう詰まってるんですね、はい。で、こっち側だけドアが開きまして、ここにエアコンのフィルターがつきますので、たまに掃除をお願いします。了解です。はい。あとはこの足元とかにもこう。風を送るところがあったりと、上とかですね、うん、にありますので、これは開くんだよね。開きます。これオートエアコン。オートじゃないです。オートじゃない。はい。オートじゃないのね。そうなのね。そうです。っていう形ですね。これだ。で、下はこれはもうあれか。下はもう、はい。もうどうしても邪魔だったら抜くだけですね。
それも通信してたりとか、監視してたりするところですので、まあ、特に気になさらずに。監視されてるね。はい。見られてるって。はい。どうしても嫌だったら、その、同意書に参与いただかなければ、通信はしないようにできるので、はい。よくやりやすいので、買えなかったりすればですね。展示館で書いたんじゃあったけど、買いましたね、見てもらったよね、うん、一応名鑑初回が50時間になってるので、あの展示館でまだ早めに買いましたよ。100時間の時に何かしてるの？あ、じゃあ問題ない、その時に変えてれば、うん、はい、100時間で1回何かして1000時間で1000時間差で、なので初回の50時間でギアオイルを変えて、メーカーの指定がですね、うん、50時間で変えて、うん、で、うん、次エンジンオイルが500時間、もしくはまあちょっと早めて250とかで変えるんですけど、その時にもエンジンオイルと同時交換していくと、エンジンオイルとギアオイルともセットで500とか250ずつとかできるので、その方が管理が楽です。あ、次これが来た、あれが来た、これが来たってなるよりはもう、そうね、ですね、私たちはそうしてます、うん、もうギアオイルとエンジンオイルと燃料フィルター、もうこれはもう全部一式で変えるように、その方がもう間違いないので。うん、そっから山本さんがやってるんだ。ね、そういうこと。最初で決めて。5000とか3000とかで、まあエンジンオイルは変えられてると思うんですね。1万キロまで多分乗ってエンジンオイルを変える人はあんまり5000とか3000の感覚で皆さんいらっしゃるので、うん、まあメーカーしての半分ぐらいを考えていただけたら、綺麗なオイルをこう維持できるっていうかですね。結構500立ってるとドロドロです。それでもまあメーカーしては500ってなってるので、それでも問題はないようにできてはいるんですけど、まあ一応短めの方がまあ綺麗なオイル、サラサラオイルをこう綺麗な状態で維持できるっていう形に、大体普通の一般的な業者さんであれば年間200前後ぐらいが稼働時間になってます。で多分稼働が高いので、今話聞いてると1000時間とかで、あ、そう、200時間ちょっと高いですね。はい、高いところもまあもちろんあるんですけど、まあ、平均全部ならすとそのぐらい、短いとかも本当100時間ぐらいなんですけど、なので稼働高いともう1年に1回のオイル交換じゃ間に合わないので、だいたい250ずつとかですね、そういう感じでしていただくのが一番いいかなと思います。そうね、年間600時間ぐらいかな、こいつはね。でも2台に分かれたから今度はちょっと減るだろうか。ああ、ね、それでもまあ300ずつとかなるので年間1回ぐらいですね、うん、単純に割るにしても300ずつなので、うん、そうだよね。はあ、でも頻度としてはもう年1以上の頻度にはなると、うん、メーカーとしては300なので問題はないんですけど、うん、まあ、300以上回ってくるともうエンジンオイルは黒くなりますね、このゲージはですね、うんうん、黒いけどサラサラしてる、うん、これがだんだんこうドロドロになってもう60みたいになってくるみたいな、そういう色合いになってくるので、ゴム製品とかそこら辺はまあ、よっぽどなあれじゃない限りは対象外、消耗品になるので対象外ですよという形になります。こんな感じですね。すいません、じゃあ最後にいただきますか、こちらにお願いします。これは、あ、もう、はい、名字で大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。特定実験者をこう、特定実験者の記録表を提出する現場とかって終わりですか？特に。はい。あ、あればな。どうしても必要になってきたときなのか。あ。